はい、どうも、田原元就です。この動画でオークスのデータ分析、こちらの方をやっていきたいと思っております。過去にはもう、リバティアイランドだったりとか、デアリングタクトとか、もう近年三冠馬出まくりみたいな、そんなクラシック先生なんですけれど、まずはデータの方から紐解いていきたいと、そう考えておりますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、でやっていきたいと思います。まずは一番人気馬の成績なんですが、こちらの方が6202ということで、連帯率 80% 勝利6等ということで、一番人気馬の信頼度の高さがね、伺えるようなそんなデータとなっております。それ以外の人気馬なんですけれども、2番人気と3番人気がですね、それぞれ1勝3勝ということで、まあ、要するにこのレースっていうのは過去10年で3番人気以内しか勝っていないという、そんなデータにもなっておりました。ただですね、その7番人気以下、そういった人気薄のゾーンなんですけれども、2着3回、3着3回ということで、それこそ2桁人気馬がね、絡むこともありましたので、結構その暇割れという部分、ここにおいてはちょっと警戒すべきというところも一つのデータとして取り上げさせていただきました。はい、続いてはローテーションですね。こちらなんですけれども、まあ分かりやすいそんな結果ですかね。前走桜花賞、前走フローラステークス、そして前走忘れな草賞ということで、この3つに勝ち馬が限定をされておりました。まあ、中でもですね、やっぱりというか、そんな感じなんですけれども、王道といえる前走桜花賞組、こちらの方が7勝5着、2着5回、3着6回と、中心地を担っているような形でして、やっぱね、桜花賞上位馬がそのままスライドするような傾向もありますので、そういったところには注意をしてください。はい、続いては血統ですね。こちらなんですけれども、父サンデーサイレンス系が、まあ、5勝なんですけれども、父金亀系の方がですね、3勝ということで、こちらもまた優秀な成績を残しておりました。で、この中にはですね、昨年勝った、ドゥラメンテ3区のリバティアイランドですとか、ドゥーラとか、そういったような人気薄激走もあったんですけれども、やっぱそういった金亀系がこのレースに非常に強いという、そこにおいてはね、一つ頭に入れておいてください。続いてなんですけれども、馬主ですね。こちらの方に目を向けてみました。まあ、これ結構先週かな先々週か。NHK マイルと被るようなデータなんですけれども、その、いわゆるクラウバー。こちらの好調が目立っておりまして、車内、レースホースとか、サンデーレーシング、キャロット、そしてシルクと、そういったところの構想が目立っておりました。この中には例えばスタニングローズとか、そういったようなですね、結構人気がなかった馬もいたんですけれども、それでも上位に入って激走で、波乱を演出したということもありましたので、そういったところにおいて見逃せないというデータになっております。はい、続いては枠順ですね。こちらなんですけれども、結構ダービーとかで言うとね、もう内枠取んなきゃ次元度みたいな、そんなところがあるわけなんですけれども、実はオークスに関してはそんなに、外枠でも来ちゃうようなそんな傾向がありまして、それこそスターズ・オン・アースなんかもね、外枠からの勝利でした。そういったところがありまして、枠順に関して極端な有利不利って僕ないような印象がありまして、結局まあそうですね、この時期の牝馬において2400メーター、あまりにもきついので、まあ、最終的に、外からでも全然来ちゃうよねというそんなところがあるんだと考えております。まあ、ダービーほど枠順は気にしなくて良いのかもしれません。はい、続いて客室です。こちらはすごい分かりやすいですね。なんか逃げ馬が全く来れないというそんな状況なんですけれども、そしてその3体というところにある差し追い込馬が合計で9勝というそんな形となっておりました。まあ、このレース基本的に後ろから行ってなんぼみたいなそんなところがありまして、後ろから行ってこれ届かないかなと思ったところを突き抜けてくるとか、最後3着まで突っ込んでくる、そんなようなケースが後を絶ちません。やっぱ基本的には切れる馬ですね。上がりサーハロン上位を使ってきたとか、そういった馬に注目すべきそんな一戦といるのではないでしょうか。両馬の上がりサーハロン前走ですね。上がりサーハロン最速だった馬で言いますと、例えば、黄金の空だったりですとか、ライトバック、こういったあたりが該当をいたします。まあ、ライトバックなんかはね、左回りの、新潟中距離でも上がりサーハロン最速というそんな足を使っておりましたし、黄金の空、こちら前走スイートピーステークスはとんでもないハイペースだったんですけれども、それを苦にせずというか、直線突き抜けるそんな足を持っておりました。まあ、共に人気としては盲点かなと、そんな印象もあるんですけれども、客過去の傾向を考えると、目が離せない2頭と言えるのかなというふうに考えております。で、最後にお伝えするのが今回出走するまで、構想率が高いデータと低いデータ、そしてオリジナルのプラスワンのデータです。まずは構想率が高いデータの1個目なんですけれども、こちらの方が桜花賞馬ステレンボッシュ。こちらに該当するんですが、桜花賞を4角5番手以下で勝利。こちらの該当馬が4100連帯率 100% を超えておりました。これすごいですね。5頭全てが馬券圏内という感じなんですけれども、この中にはもちろん、3冠を達成したアーモンドアイですとか、リバティアイランド、デアリングタクト、そういった馬も該当するんですけれども、それ以外にもですね、スターズ・オン・アースとか、そういったような結構このレースに関しては極端に、めちゃくちゃ人気があったわけではなかった馬も勝利を収めておりました。やっぱいかにその桜花賞を切れる足で勝った馬、これがいかにね、このレースに結びつくかというデータを表しているわけでして、まあ、こちらに該当するステレンボッシュ。
まあ、こちらに関して言いますとね、もう今年、まあ、去年からずっと成績が良かったんですけれども、年明けで、アスコリピチェーンの3戦無敗のね、阪神ジュベナイルフリーズ勝ち馬はついに逆転するという、そんな年明け初戦となりました。まあ、そのアスコリピチェーンが NHK マイルカップで2着ということをね、やっぱこの世代の牝馬の強さというか、そういった部分も証明しておりましたので、本当牝馬のこの最近のなんか三冠ブームみたいな、何なんだろうみたいな、二冠三冠あっさり出ちゃうみたいな、そんなようなところがあるわけなんですけれども、そこにこの馬がまた続く可能性、これは十分にね考えられると思っております。あともう一個の高走率が高いというデータなんですけれども、こちらの該当馬がチェルミニア、この馬に該当するんですが、ルメールジョッキー騎乗かつ東京芝勝利実績あり、この該当馬が3200、こちらも連帯 100% を超えていました。まあ、そもそもなんですけれども、このレース異常にという言い方しちゃっていいと思います。ルメールジョッキー強いです。とんでもない成績なんですけれども、もちろんこの中には、まあ、この三冠を取ったですねアーモンドアイとか、この二冠牝馬で達成したスターズオアースなんかもいたわけなんですけれども、それ以外では例えば、ハーパーとかね、赤い鳥の娘とか、桜花賞馬券圏外だったんですけれども、ここでちゃんと巻き返したという、そんなような例もありました。やっぱこのレースにおけるルメージョッキー、とんでもない、2割増し3割増し、もっと増してもいいかなぐらいな、そんなような感じのジョッキーなんですけれども、やっぱそういった部分がね、この成績を生んでいるという、そんな風に考えております。チェルミニアですね、こちらについても補足をさせてください。このまま前走桜花賞がねぶっつけ本番という、その前がアルテミスかな、から参戦だったわけなんですけれども、そちらの方から、参戦したわけなんですけれども、まさかの惨敗というそんな結果に終わってしまいました。まあ、今考えればなんですけれども、外枠だったし、初めての関西圏だったしということでね、いろんなマイナス要素があったのかもしれません。ただ、今回の舞台は東京です。東京に関して言いますと、2走前に重賞を勝っていて、さらにデビュー戦もなんか、デビュー戦もね、東京で使われていておりまして、その後、新潟行って、こちら中距離戦だったんですけれども、もうとんでもない圧勝という、そんなところがありまして、まあ、このパフォーマンスですね、そちらにおいてはもう2歳の時は、下手したら世代ナンバーワンなんじゃないかみたいな、そんなような言われ方もしておりましたので、まだ僕は見限ることはできません。で、それでこの馬に関して言いますと、お母さんのチェッキーノが、このオークスで2着に入っておりましたように、血統的にもね、十分に、東京、春の東京 2400m をこなせるという下地を持っていると考えておりますので、前走では見限れない、そんな一頭だと思っております。で、ここから馬のおじらですね、馬の特徴に特化した、そんなプラスワンのデータをお伝えさせてください。今回なんですけれども、プラスワン、いわゆる馬の特徴以上にですね、やっぱこのオークスにおけるデータが、結構満載みたいなところがありましたので、そちらの補足という感じでお伝えをいたします。で、こちらの該当馬なんですけれども、クイーンズウォーク、こちらに該当するんですけれども、クイーンカップを1分33秒台で勝利、こちらの該当馬が0210と馬券圏外がないという、そんな結果になっていました。この1分33秒台というね、やっぱ冬競馬で東京、まあ、結構そんな極端に時計が速くなるような条件でもありませんので、そこをやっぱこの1分33秒台で勝ったこと、これの価値はね、かなり高いと僕は考えております。で、この該当馬なんですけれども、例えば、アドマイアミヤミですとか、それこそ去年のハーパーなんかもね、そうだったんですけれども、桜花賞で馬券圏外だったんですけれども、ここで巻き返したという、そんな例が後を絶たないという、そんな結果となっていました。で、このクイーンズウォークなんですけれども、前走桜花賞がですね、内枠を引いて、終始内を通ったんですけれども、その時のかなり阪神の馬場というのは、外出し馬場で、内が結構荒れていたという状況でもありましたので、まあ、着順ほどとそんなに悲観することもないのかなという、僕のそんな印象もあります。で、あとこの馬に関しては、もともと結構陣営が、もう桜花賞の前くらいからずっとですね、もうオークス向きみたいな、そんなような三味線張ってたみたいなところがありまして、であれば当然ここのオークスがですね、明治であるに決まっているというね、僕はそんな考え方をしたいと思っております。で、先ほど申し上げましたクラブというところに該当して、東京芝でアグリサン派の最速の勝利実績もある、もろもろ考えた時にね、でも結構おせれ申しは強力かなと思ってしまうわけなんですけれども、それ以外のところだとやっぱ桜花賞負けたところから巻き返す可能性、こちらはかなり高いというふうに僕は考えております。で、最後にお伝えするのが、今回出走する中で高走率が低い方のデータです。こちら該当馬の方が先に行ってしまうんですけれども、タカノエルビーダ、こちらに該当するんですが、前走忘れな賞かつ今回乗り換わり、この該当馬が0015と1頭も連帯がありません。
これに関して言いますとね、このクラシック戦線におけるジョッキーの事情、こちらが絡んでいると思っております。このやっぱ路線で言いますとね、もうそれこそ2歳の秋ぐらいからお手馬を確保しておきたいという、そんな陣営の思惑もありますし、そこに向かってローテーションは組まれます。なのでほぼ桜花賞の時点で、いわゆる有力ジョッキーはオークス見据えたまでワンセットでね、騎乗依頼をしていると思うんですけれども、その中にあって、忘れな賞組にそのまま騎乗する、こちらに言います。例えばミッキークイーンとか、そういった例もおりましたし、ラブズオンリーとかね、そういった馬も、前走からの継続騎乗で勝利でした。ただ、そうは言ってもですね、乗り換わりってなってしまうと、この忘れな草賞を買ってオークスに行かせたい、その一心のみでジョッキーを変えて、また今回やっぱジョッキーが変わるというところがありますので、やっぱそういった明治仕上げや前走に施してしまって、今回調子が落ちたところで、どうしてもね乗り換わりで馬券圏外になってしまう、そういった例があるんだと考えております。で、今回で言いますと、高野ウェルピータの方がですね、前走カーダジョッキーが乗って勝ったわけなんですけれども、そのカーダジョッキーはクイーンズウォークに騎乗をいたします。なので今回乗り換わりというわけでして、やっぱ前走からの勝負気配とかね、上積み、そこ考えるとまた今のところまだ状況とか分からない段階ではあるんですけれども、やっぱ前走以上の評価というか、少なくともやっぱこのデータに照らし合わせてしまいますと、そこまで強調しづらいのかなという、そんな一頭となっております。はい、以上でオークスのデータ分析は終了となります。こちらなんですけれども、客室がすごく顕著なね、そんな印象が伺いました。要は桜花賞で切れる馬を狙いなさいという、そんなところがね、一つのヒントにもなっているわけなんですけれども、それに加えて別の線組との比較、それも重要なデータ分析となっております。この動画が参考になったら、ぜひチャンネル登録などもね、よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。